本当にあった大学入試、どうも河野玄斗です。今回はですね、東京大学のかなり変わった面白い問題を解説していきます。どう変わってるのかというと、このカッコ2番見てください。一般角アルファベータに対してこの式加法定理を証明せよと、多くの方にとっては加法定理っていうのは丸を覚えしていて、どういう場面で使えるのかっていうことを押さえてると思うんですけど、東大は使い方を聞いてるんじゃないと、その加法定理自身をどうやって証明するのかっていうことを問うてるわけです。ここで勘違いしてほしくないのが、この問題を知識問題だと思ってほしくないんですね。この公式の導き方を知ってる人が解けて、知らない人は解けない。だから普段から公式の導き方を覚えておきましょうっていう問題じゃないんですよ。ここに東大が伝えたい強いメッセージ、非常にね、数学において重要な考え方がギュッと詰まってるので、ぜひね、学んでもらえたらなと思います。今回この加法定理をね、導くための考え方、基本的な考え方っていうのをしっかりとね、解説した後に、この加法定理を示すちょっと変わった一瞬で導ける面白い方法もね、紹介していきますので、ぜひね、その数学の面白さも味わってみてください。それでは早速やっていきましょう。まずこの加法定理を証明する前に、括弧1番から。括弧1番は、一般角 θ に対して sinθ、cosθ の定義を述べようと。まあこれはいいですよね。 xy 平面上で単位円を考えてあげたときに、 x 軸方向正の向きから反時計回りに θ 度だけ回転させる。その時のここの点の座標の x 座標が cosθ、 y 座標が sinθ と。これが sinθ、cosθ の定義ですよね。まあ、直角三角形をね、考えてあげる方もいると思うんですけど、それじゃダメですよ。直角三角形が使える場合っていうのは、θ が0度から2分の π の間、90度の間なので、一般角 θ に対して定義をしっかりと拡張させる場合は、単位円を使って考えなきゃいけません。では、括弧2番をね、考えていくんですけど、ここで何を使うかっていうと、もちろん括弧1番ですよね。これがすごく大事な考え方。このサインとかコサインっていうのを扱うにあたって、そもそもこのサインとコサインってなんだっけ、定義ってなんだっけっていうふうに原点に立ち返って考えてあげる。これがすごく大事なわけです。東大では別の年にも π 大なり 3.05 を証明せよっていう問題がね、これもまた伝説の問題として語り継がれてるんですけど、この問題も結局 π 円周率ってなんだっけっていうところから考えないと話が始まらないわけですよね。 π とかね、サインとか扱うときに何か困ってしまったら、一度原点に立ち返って、そもそも π ってなんだっけ、そもそもサインってなんだっけっていうところからスタートするのが非常に数学の大事な考え方で、これは一般化してね、例えば座標平面の問題で線分 AB の長さを求めようっていう問題があったときに、じゃあこの点 A ってそもそもどういう点だっけ、点 B はどういう点だっけっていうことを考えてあげることによって、一気にね、回答の糸口が見えることもあるので、しっかりとこの考え方を押さえておいてください。それではね、括弧2番考えていくんですけど、まあ当然サイン α プラス β とか α β っていうのを考えていくので、 α と β と α プラス β がうまく出てくるような単位円を使った点の配置を考えていきましょう。そうするとまず思いつくのが、こういうふうに α 回転させて、さらに β 回転させることによって、ここの角度、この赤の角度が α プラス β になるので、ここの点が x 座標が cosα プラス β、y 座標が sinα プラス β というふうになるわけです。あとはこの x 座標を別の方法で求めて、cosα、cosβ、-sinα、sinβ であるっていうことが分かれば、この式を証明することができるわけですよね。ただこの x 座標 y 座標を求めるっていうのは、実はね、そんなに簡単なことではない。後でね、その一瞬で求める方法を紹介しますけども、知らないとね、自分で導くっていうのは結構難しいと思います。なのでこういうふうにね、 α プラス β を捉えてあげるのではなく、また別の方法で α プラス β 作れないかなっていうのを考えてみましょう。するとこのように x 軸方向正の向きから反時計回りに α 回転させたものと、時計回りに β 回転させたもの、この2つの点をね、考えてあげることによって、この角度が α プラス β というのを作り出すことができますよね。これを使ってあげると、まずこの点っていうのが cosα、sinα になって、この点っていうのは cos-β、sin-β
っていう風になるんですけど、まあ結局はね Y 座標が反転してますよね。こっち方向にベータ動かすのとこっち方向にベータ動かすのって言ったら Y 座標がマイナス1倍されてるっていう関係は定義より明らかなので、このようにねコサインベータマイナスサインベータという風に置くことができるわけです。じゃあ続いて何をするかというと、結局考えた n はアルファプラスベータのサインとかコサインですよね。まあアルファプラスベータに着目したいわけなんですけど、ここでこの角度がアルファプラスベータなのであれば、この青い三角形に着目してあげて何をするかというと予言定理ですよね。このアルファプラスベータを生かす術って言ったら、ああ予言定理使えばこのコサインアルファプラスベータっていうのを考えられるじゃんっていうところに気づいてほしいわけです。そうすると、まあ、この3点をね OAB みたいに置いてあげると AB の2乗っていうのはコサインアルファ引くコサインベータの2乗を足すサインアルファプラスサインベータの2乗になりますよね。この点とこの点の距離だからね。でイコール OA の2乗と OB の2乗、どっちも長さが1なので1の2乗足す1の2乗引く 2×1×1× コサインアルファプラスベータと、この式が成り立って、まあ、あとはねこれ展開してあげるとコサイン2乗アルファとサイン2乗アルファが出てきて1、こっちもコサイン2乗ベータとサイン2乗ベータで1みたいな感じでどんどん綺麗にしてあげると、コサインアルファプラスベータがコサインアルファコサインベータマイナスサインアルファサインベータっていうことが示せるわけです。よろしいですかね。こんな感じでコサインとサインっていうのがそもそもなんだっけ、じゃあそれを生かすために単位円上でねどういうふうに点を取ればいいんだろうっていうことを試行錯誤して、ああこれアルファプラスベータっていうのを生かすためには予言定理使えば出てくるじゃんっていうことに気づければこの問題が解くことができると。では続いてサインの方を考えていきたいんですけど、これねコサインが分かればもうサインは必然的に分かるわけですよ。ここで思い出してほしいのがコサインとサインの関係式、サイン x っていうのがコサイン x マイナス2分の π に等しいんだとね。このさっきコサインの加法定理を示したので、その加法定理を利用してサインをうまくね求めてあげられないかっていうことを考えていくんですね。まあ、この式はね簡単に証明することができて、単位円をまたまた考えてあげましょう。まあ、このようにサイン x っていうのは x 軸方向からまあこういうふうに x 度を回転させてあげて、この y 座標がサイン x なわけなんですけど、この x マイナス2分の π っていうのはマイナス2分の π90 度分だけ戻してあげて、時計回りに戻してあげて x 進めていく、この点の部分がまあ結局 x 軸方向から x マイナス2分の π だけ変化したところになりますよね。なのでこの x 座標と y 座標がそれぞれこのように表すことができて、じゃあコサイン x サイン x とコサイン x マイナス2分の π サイン x マイナス2分の π の関係を考えてあげると、サイン x っていうのはこの y 座標なわけだからこの x 座標と等しくなるね。まあ、このね2つの青い三角形が合同なわけなので、サイン x この y 座標っていうのとこの x 座標コサイン x マイナス2分の π が一緒で、まあ、ちなみにこのコサイン xね、この x 座標っていうのはこの y 座標のマイナス1倍と等しくなるっていうこともこの図から分かりますよね。このようにまたまたね定義を考えてあげると2つのこの式を導くことが容易なわけです。じゃあこれを使ってあげるとね、サインの加法定理も簡単に導くことができて、サインアルファプラスベータっていうのが、まあ、この式使ってあげるとコサインのアルファプラスベータマイナス2分の π っていうふうに変換できますよね。この位相の部分をマイナス2分の π してあげれば一緒になるから。で先ほど導いたコサインの加法定理の出番、このコサインのアルファプラスベータマイナス2分の π をアルファとベータマイナス2分の π に分けてここに括弧を入れるイメージで加法定理を使ってあげましょう。するとコサインアルファコサインベータマイナス2分の π マイナスサインアルファサインベータマイナス2分の π というふうに分解することができますと。で先ほどのこのコサインベータマイナス2分の π とサインベータマイナス2分の π はここでね作った通りベータマイナス2分の π の方は今度はサインベータに変換することができて、で一方のサインベータマイナス2分の π はこの式よりマイナスコサインベータに変換することができると。よってこれを整理してあげるとコサインアルファサインベータプラスサインアルファコサインベータ、まあ、こう入れ替えるとこの式を示すことができるわけです。よろしいですかね。
まあ、こんな感じでコサインの加法定理を使ってサインの加法定理を示せるんですけど、一個注意があるとすれば、このサインベータマイナス2分の π をマイナスコサインベータって変換するときに加法定理を使っちゃいけないってことなんですよ。まあ、今回は加法定理を示したいわけで、まあ、このサインベータマイナス2分の π ももちろんベータと2分の π に分解してマイナスコサインベータと一致することは確認できるんですけど、その際ね、加法定理使っちゃうと加法定理を証明したいのにそれが正しいことを前提とした式を使ってしまうので、まあ、トートロジー、同語反復になってしまうんですね。なのでしっかりと加法定理ではなく単位円を使ってこの2つの式を示していくっていうことが非常に重要なわけです。まあ、これでね、この加法定理は証明できたんですけど、実はね、もう一つ方法があるんですよ。しかもその方法は非常にもう簡単で、一気にコサインとサインの加法定理を同時に一瞬で求める方法があります。その考え方がベクトルを使うこと。ベクトルの非常に強いところが基準ベクトルさえ決めてあげれば、そのね、どんなベクトルも、まあ、その基準ベクトルで表せるわけなんですけど、その基準ベクトルの係数の部分が回転させても変わんないよと、まあ、何言ってるか分かんないと思うんで実際にね見てみましょう。今ね A ベクトルと B ベクトルを基準ベクトルとする、まあ、平面があったとして、まあ、そこで SA ベクトルプラス TB ベクトルで表せるベクトルがあるとしましょう。今この全体ね、ここ全体をぐるっと回転させたとして、まあ、適当にこんな感じで A と B を回転させたとして、じゃあこの SA ベクトルプラス TB ベクトルも回転するわけなんですけど、まあ、ここの部分を、まあ、A' ベクトル、この部分を B' ベクトルみたいに考えてあげたときに、このベクトルっていうのは SA' ベクトル足す TB' ベクトルっていうふうに表せる、ね、丸ごと回転させたとしても、この3つのベクトルの関係性、線形の、まあ、この係数の部分っていうのは変わらないよと、保存されるよっていうのが非常にベクトルの強いところなんですね。これを使ってあげると、この先ほどのね、この図形が、この左側の図形が生きてくるわけです。どういうことかというと、この図形ってこのように点を取ってあげた場合、ベータだけ回転させた点を考えたときに、これをぐるっと丸々アルファだけぐるっと回転させてあげた図形になってますよね。まあ、すなわちここの黄色の点がこのね点に移っていて、この2つの赤いベクトル、まあ、それぞれ E1 と E2 みたいに置いてあげた場合に、これを α だけ回転させると、こっちの図形ではここが E1' とここに E2' っていうのを考えることができるわけですよね。でここで思い出してほしいのが、ベクトルっていうのは回転させてもこの係数の部分が変わらないということ。そうすると、まあ、このね原点からこの黄色い点に向かうベクトルっていうのは、右の図形で考えてあげると簡単に分かりますよね。まあ、こういうふうに垂線を下ろしてあげると、ここの点がコサインベータ、ここの点がサインベータの座標に対応するので、まあ、これ OX みたいに置いてあげると、OX ベクトルっていうのはコサインベータ E1 ベクトルプラスサインベータ E2 ベクトルと、このように表すことができますよと。じゃあこれをアルファだけ回転させてあげたとして、まあ、ここね X' に動くっていうふうに考えてあげた場合に、結局 OX' っていうのはコサインベータ E1' 足すサインベータ E2' と、この関係性は維持されるわけですよ。じゃああとは E1' ベクトルと E2' ベクトルの座標さえ求まれば、ね、代入してあげてこの OX' のベクトルが分かるから、この加法定理が導けるよねっていう話で、 E1' ベクトルはすぐ分かりますよね。アルファだけ進んだとこだから、この E1' っていうのはコサインアルファサインアルファと。じゃあ同じように E2' ベクトルっていうのを考えていきたいんだけど、ここでアルファからさらに90度進んだところだから、アルファプラス2分の π を加法定理で分解してってやっちゃダメです。なぜなら先ほども言いましたけど、加法定理を証明したいわけだから、加法定理を前提とした式を使っちゃいけない。じゃあどうするのかというと、まあ、先ほどねこの sinx-2分の π とかコサインに x-2分の π を示したのと同じことをやってあげればいいと。ここの図形でこの2つの青のね三角形が合同であるっていうことを考えてあげると、あ、じゃあ結局ね、まあ、図形的に考えてあげるとマイナスサインアルファコサインアルファということが分かって、あとは X 座標にね着目してあげると、コサインアルファプラスベータっていうのが
コサインアルファコサインベータ、マイナスサインアルファサインベータで、サインアルファプラスベータっていうのがサインアルファコサインベータ、足すコサインアルファサインベータというふうにまとめて一気に一瞬で求めることができるわけです。こんな感じでベクトルを回転させても変わんないよっていうのを利用してあげるだけで一気に見通しが良くなるんですけど、このねベクトルの回転させても係数が変わらないっていう関係性非常に重要なので、ここもしっかりと押さえておいてください。まあ、とにかくね、東大が伝えたいメッセージっていうのは、何か新しい問題に出くわしたときは、で行き詰まったらまずは定義から考えましょうと、これはねすごく強いメッセージなので、いろんなところに応用が効くので、ぜひね心に留めておいてもらえたら嬉しいです。今後もこういった面白い動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういう動画撮ってしようっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。